Peggy 12.五感すべてで現実ではない世界へ踏み込む。その行為は様々な悲劇的事件や出来事を重ねてもなお人を引きつけてやまない希望であった。そして2026年、新たな大地が仮想空間に生み落とされた。ソードアートオリジン、そのクローズドベータテストが開始される。ソードアートオンライン、ホロウリアリゼーション。主人公キリトがログインした新たなゲーム、ソードアートオリジン。一つにつながる大地、アイングラウンドを有するこの世界で彼らの冒険が始まる。自分の選んだメンバーと共に最大4人のパーティーを組み、フィールドへ繰り出そう。ステップで素早く敵に近づき、ソードスキルで連撃を決めろ。戦闘中は仲間に指示を出す以外に、仲間から自分へ、または仲間同士でも様々な提案が出される。バフをかけたり、スイッチでソードスキルをつなげたり、仲間の期待に応えて協力し、強敵を打ち倒せ。冒険に繰り出すプレイヤーたちを紹介する。腕が鳴るぜ。早く攻略してしまいましょう。どっかにいい素材は落ちてないかしら。私はいつでも出発できますよ。次の冒険も楽しみだね。さあ行きましょうか。設定がない NPC の少女、この世界での役割とは。よくわかりませんが、よろしくお願いします。胸の大きい人は洞窟攻略一つ取っても大変なんですね。これではっきりしたね。ここはデスゲームじゃないんだって。本当の名前は思い出せません。 SAO サバイバーがほぼいないこの世界では、黒の天使はお前じゃない、あいつのことなんだよ。お願いです、私も連れて行ってください。そういえばプレミアとは私の名前でした。